どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットモンバホテルポイント購入 45% 増量キャンペーンということで、動画ね、やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、マリオットモンバホテルポイント購入 45% 増量キャンペーンということで、私の動画をね、ずっと見ていただいている方とかですね、マリオットモンバホテルポイントね、定期的に購入されている方はですね、分かっていただけると思ってるんですけども、今回ですね、45% 増量ということで、ちょっとね、お得度は下がりますよね。今までね、50% あったり、今年は 55% も確かありましたよね。ちょっとね、微妙なラインないんですよね。まあ私個人的にはですね、ポイント購入自体もですね、あんまりおすすめしてないんですよね。まあポイント購入するのって高いじゃないですか。ですんでね、あんまりおすすめしてなくて、普通にね、SPG AMEX の決済で貯めたポイントでね、宿泊していただくのがね、いいのかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ今回のね、増量キャンペーンも、もともとね、現金で宿泊予定があってですね、まあそれをポイントを購入して、その方がお得になるのであればですね、おすすめかなっていった形になるんですよね。またですね、こちらの動画ね、皆さん見ていただけましたでしょうかね。マリオットモンバホテルポイントっていうのは、今現在ですね、ポイントで宿泊しようと思った場合、シーズン制っていうものを導入してるんですよね。ですので、まあシーズンによってね、必要ポイントがね、変わる制度っていう風になってるわけなんですけども、まあこちらがですね、今後ね、変動制にね、切り替わるっていう風になっておりまして、まあマリオットボンバーホテルのね、公式から出ている、まあグラフみたいなのがあるんですけども、まあこちらはですね、今のシーズン制の中で、まあポイントが変動するようになってまして、まあそれであればですね、そんなにね、影響はないかなっていう風に思うんですけども、まあ海外のね、ブロガーの方とかのね、記事を見てると、この変動制っていうのはですね、2022年に関しては仮運用みたいな感じで、まあ本格運用はね、2023年っていった形でね、記載されているんですよね。まあこれをね、考慮すると、このシーズン制の中でのポイントの変動はですね、まあ仮運用の状態であって、2023年はですね、もっとね、解約なのではないのかっていうね、話がまあ記載されている部分もありますんで、まあ私的にはね、かなりビビってるわけなんですけども、それを考慮するとですね、2022年の、まあ、3月にね、これシーズン制から変動制に切り替わるっていう風になりますんで、まあそれまでにですね、予約しておきたいっていう方はですね、まあポイントね、ちょっと今足りないから購入しておきたいみたいなね、まあそういった方であればですね、いいのかなっていう風に思うんですよね。おそらくね、2021年最後のね、ポイント増量キャンペーンになるかなっていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずね、キャンペーンの詳細ね、いきたいと思います。公式サイトね、こんな感じになっておりまして、思い立ったら出かけませんか？ボーナスポイントがより早く実現します。2000ポイント以上の購入またはプレゼントして 45% のボーナスを獲得しましょうということで、こちらね、キャンペーン期間が2021年の11月の4日午後10時から2021年12月の16日13時59分までということで、こちらね、日本時間っていう風になっております。で、キャンペーンの特典ですね、ポイント購入または贈呈で購入分の 45% ボーナスがもらえるっていった形になります。で、ポイントの購入上限ですね、こちら最大10万ポイントまでっていう風になっておりまして、 45% 増量キャンペーンなんですけども、こちらの条件がですね、2000ポイント以上ね、購入していただくと、この 45% 増量がね、適用されるっていった形になります。でですね、こちらの今回ね、45% 増量キャンペーンなんですけども、公式サイトを見るとね、一応ターゲットオファーになってるっぽいですね。ですので、一応ね、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、アクセスね、してみていただければなと思います。もしかしたら、対象外の方もいらっしゃるかもしれませんし、もしかしたらですね、45% ボーナス以上の方もね、いらっしゃるかもしれないっていう風になりますんで、まあ、もしね、45% 以上の方いらっしゃいましたらですね、ぜひね、コメントいただければなと思います。で、マリオットボンバーホテルポイントの購入のキャンペーンのね、注意事項に関しては、マリオットボンバーホテルポイントっていうのは、マリオットボンバーのね、会員プログラムに入会した後30日を過ぎないとね、このポイント購入ってすることができないんですよね。まあこの点だけはですね、注意しといていただければなと思います。最近ね、 SPG AMEX 発行された方とかね、最近会員登録したかなっていうふうに思いますので、一応ね、30日を経過した時点からですね、ポイント購入することができるっていうふうになりますんで、
この点はね覚えておいてください。それでは次にですね、マリオットボンボンホテルポイントの購入ね、今回 45% 増量ということで1ポイントのね購入単価ね、私の方で表を作らせていただきました。こんな感じになっておりまして、まずですね、先ほどねドル円のレートを調べたんですけども、今のねドル円のレートは1ドル 113.76 円ということで、またねドル円のレートがねあんまり良くないですね。今円安にかなり進んでおりますので、ポイント購入自体はね結構不利かなっていう感じですね。で5万ポイントのねところを見ていただきたいんですけども、5万ポイント購入していただくと 45% 増量ということで、2万2500ポイントがね獲得することができて、合計7万2500ポイントですね。で価格が625ドルということで、こちらをね1ドル 113.76 円で計算すると7万1100円っていう風になります。まあこちらの金額がですね、レボリュートカードで決済していただくと、まあこの価格ぐらいになるっていった形ですね。このレボリュートカードっていうのは私の動画でね結構紹介させていただいておりますけども、外貨決済手数料がねほぼかからないプリペイドカードっていう風になっておりまして、まあこちらをね利用していただくと大体7万1100円ぐらいでね購入することができます。でその隣ですね、外貨決済手数料 2% っていうのがあると思うんですけども、こちらはですね SP チャメックスねありますよね。こちらだと外貨決済手数料はねかかるっていう風になっておりまして、アメックスのね外貨決済手数料が 2% っていう風になりますんで、これを考慮すると、72,522円っていった形になります。こちら SPG アメックスのね、決済時の外貨決済手数料入れた時点の1ポイントの価格っていうのはですね 0.999 円ということで、ギリギリね1円切るっていった形になりましたということなんで、まあ今回のね 45% 増量キャンペーンに関しては、まあ、1ポイントね 0.999 円で購入することができるっていう風になりますんで、まあ利用するときにですね、マリオットボンボンホテルポイントを1ポイント1円以上でね利用することができれば、ポイントを購入して宿泊するのもねお得になるっていった形になります。まあマリオットボンボンホテルポイントの場合はですね、まあアップグレードとかね考慮しちゃうと基本的に1ポイントね1円超えることが結構多いので、まあそういう意味ではねいいのかなというふうに思うわけなんですけども、冒頭にもね言いました通り、マリオットボンボンホテルポイント購入するのはね、まあ、結構お高いっていうふうになりますんで、まあ、個人的にはね SP ジャメックスのね決済でポイント貯めてね利用していただくのがねいいのかなというふうに思うわけなんですけども、ちょっとね来年の3月のポイント変動制に切り替わるっていうところがですね本当にネックですよね。ここはどうなるかっていうので本当に不安な部分もねありますので、今のうちね予約されたいっていう方はですね、今回のポイント購入でね買っておいて予約するのもね、まあ、一つの手などではないのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、どれが正解なのかねちょっと分かんない部分ではありますよね。それでは次にですね、先日私がね宿泊したこちらのホテルですね、コートヤード大阪本町ホテルエリートディナーっていうのをねいただいたんですよね。まあ私の場合はまだあの時はね緊急事態宣言中だったので、お弁当でねテイクアウトボックスみたいな感じで客室でいただくエリートディナーっていうのが利用できたわけなんですけども、もともとあれはですねコースで提供されていて、まあ、それがですねあのテイクアウトボックスに切り替わったっていう時期なんですよね。であのねエリートディナーがですね最近変わったそうなんですよね。で先日ね利用された方がですねツイッターアップしておりまして、ちょっとこの画像ね使えるかどうかね許可がまだ取れておりませんので、もし取れなかったらですねここにちょっと映ってないと思いますんで、あのツイッターの URL ね載せておきますんで、そちらね見ていただければなと思うんですけども、まあ、こういった感じでですねどんぶりものになったらしいんですよね。はい、びっくりですよね。まあでもねこれも結構ね合成そうな感じで、あのエビの大エビのタワー天丼とかね、まあそういったものもあるそうなんですよね。ですのでしかもこれがねあのプラチナステータスでもあの追加料金なしでね利用することができるっていった形になりますんで、これね好きな方はねかなりいいのではないのかなというふうに思うんですよね。前回と今回でね結構内容がガラッと変わってますんで、まあ前の方が良かったっていう人もいれば、まあ今回の方がいいっていう方もねいらっしゃると思いますので、まあひとまずですねあのエリートディナーのね内容が変更になってるっていうふうになりますんで、まあ、この点はねあの注意しておいていただきたいなというふうに思います。いやこんなね定期的に変わると思ってなかったので結構びっくりですね。
それでは次にですね、東京マリオットホテルのウィークリープラン、ミニマム7デイズステイパーキングフリーっていうね、プランがね、このいった形で今ね、東京マリオットホテルで7泊で検索すると出てくるんですよね。で、こちらね、1泊もともと2万9000円なんですけど、これがですね、なんと1万5930円までね、値段下がってるっていう風になっておりまして、こちらのプランね、そこまでね、まあお得に見えないかもしれないんですけど、こちらですね、1泊1万5930円でラウンジアクセスついてるんですよ。ですんで、こちらで予約していただくとですね、あの7日間のプランなんですけど、1泊1万5930円で毎日ね、ラウンジ利用できるっていった形になるんですよね。で、この東京マリオットホテルのね、ラウンジって本当にすごい良くて、朝はね、すごい早いんですよ。7時ぐらいからやってるんですよね、ラウンジ。で、夜何時までかちょっと忘れちゃったんですけども、かなりね、あの朝早くやってて、で、食事が5時か5時半ぐらいからね、カクテルタイムあるんですけども、食事もね、かなり充実してるっていう風になりますんで、ここのラウンジね、本当にいいんですよね。まあそれがですね、15,930円のプランでね、利用することができるっていった形になりますんで、まあ今ね、プラチナステータス持っている方は、まあそこまでね、まあ利用するっていうのはね、あんまり選択肢に入らないかもしれないんですけども、最近 SPG アメックスね、発行されたばかりの方とかですね、これからね、プラチナチャレンジね、検討されている方ですね、プラチナチャレンジ中もね、こちら7日で、まあ全部で、ね、11万ぐらいかかっちゃうんですけども、ラウンジアクセスね、することができるっていう風になりますんで、こちらね、かなりいいのではないのかなという風に思います。ちなみにこのプランね、あの年内も出てきますし、来年の頭とかでもね、出てきましたので、気になる方はですね、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。ということで今回ですね、マリオットボンボイホテルポイント 45% 増量キャンペーンと、ちょっとね、マリオットボンボイホテルの細かい話をね、させていただいたわけなんですけども、いやね、マリオットボンボイホテルポイント 45% 増量キャンペーンは、まあおそらくね、2021年最後のね、ポイント増量キャンペーンではないかなっていうふうに思いますので、まあポイント制度がね、来年から変動制になるということで、かなり難しいですよね。まあ今のうちにね、予約取りたいよっていう方はですね、まあ購入していただいてね、予約するのもありかなと思うんですけども、まあポイント購入自体もね、結構高いので難しいですね。ひとまずね、購入される方はね、よく検討していただいて購入していただければなと思います。またね、大阪本町のね、エリートディナー本当に面白いですね。あちらは顧客集客のためにね、ホテル独自でね、やっているみたいなんですけども、まあ、食事がね、定期的に変わるっていうのはですね、まあ私みたいなね、 YouTuber もそうですけども、まあブロガーの方もね、足を運ぶ機会に、ね、なるかなっていうふうに思いますので、いやー、うまいやり方だなっていうふうにね、思いますよね。まあ私もね、また大阪に行く機会があったらね、ちょっとまた利用したいなっていうふうに思いますもんね。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。